Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんこんにちは。田中慎太郎です。こんにちは、岩佐真理子です。はい、こちらが10月の26日火曜日に収録しております。はい。はい。マリコさん、昨日ご帰国ですね。昨日帰ってきました。ご帰国なんですかね。ご帰国はどっちなんだっていう感じなんですけど。もうこっちでしょ。中国にはもうこっちかな。ねえ、今んとこなんかフェイスブックでもなんかあのアメリカのパフォーマーとかですけど、ウェルカムホームとか言われて、ホーム2つあるなみたいな感じな。ね、まあ、いくつあってもいいですけどね。あ、いい感じですね。いくつあってもいい、かっこいい。とりあえず戻ってまいりました。はい。でもやっぱりあのまあ、こっちから日本に帰るのも日本からこっち帰ってくるのもなかなかあの PCR 検査とかいろんなものが大変ですよね、うん、まだまだ、ね、そうですね。やっぱり今回はちょっとやっぱすごい慎重になりましたよね、うん、やっぱすごい稀だけどやっぱなんかその記入がややこしかったりとか間違えて書いちゃったりとかして、うん、そこで跳ね返されてみたいなのもあったりっていうのを聞くとやっぱちょっとビビっちゃって、うん、ちゃんとそう帰らないとと思って、向こうも仕事あったし、そうですよね、だからすごいそのニューヨーク情報共有を活用させていただいて、もうすごい最新のでここいいですっていうところの病院に私は行って、うん、検査受けて、でもう容姿もすごい見て、でなんかやっぱその前に8月とかに帰った友達とか、うん、すごいいろいろ情報を教えてくれたりとか、うん、でその人ももう本当に私も大変だったし本当に心配だったからなんか助けたいとか言って助けてもらって、うん、いろいろだからなんか先に行った人からこう助けられてって、やっぱみんなこう未知の新しいことで、そうですよね、慎重、うんうん、になってる感じでしたね。それこそね、情報共有の皆さんが結構逐一結構細かにね報告してくださいますけど、すごく助かりました。この場を借りてお礼をケアしてくれて皆さん本当に助かりました、ね、また時間が経つと変わっちゃったりもしますからね。そうですね、だからまあ、うん、自分でも調べろよっていう話で私も調べてはいたんですけど、うん、でもやっぱすごく参考になりましたね。その日本でのパフォーマンスはいかがだったんですか？まあ、楽しかったです。いろいろ苦難を経て実現したその、はい、そうですね、パフォーマンスは、はい、一個は新日本フィルそのオーケストラでやったやつ で指揮者の方ってニューヨークで出会った人なんですね。あ、そうなんだ。はい、そうなんですよ。で私がクラウンをやってるっていうことを覚えててくださってて、うん、でもう結構 3,4 年前からお話をいただいて、うん、で近年はその人と一緒にそのファミリーコンサート子供対象みたいなのにクラウンとして出てって、うん、新日本フィルは今回が初めてなんですけど、うん、広島交響とかいろんなオーケストラを今まで3つ4つやらせていただいて、うん、その人が指揮者の時その人からお声をかけていただいて本当に素敵な機会を与えていただいて、うん、で今回新日本フィルで、まあ、東京でやったんですけど、なんかその新日本フィルさんって他の指揮者でなんかそうやってパントマイムの人とかを起用してることが多いらしくて、まあ、目が肥えてるとかそういうのに慣れてるって言って、うん、でその一緒にやった指揮者の方から普段の別に今までのが悪いとかそういうんじゃなくて、うん、今回また新しいオーケストラだし、うん、なんかそういうの慣れてるからなんかちょっと決めをしっかりした方が、うん、そのインプロでとかそのやるよりもちゃんとしてやった方がバックオーダーが来るかもしれませんよっていうメールが一つ来たんですよ、うん、でそれは別にまあそれは私の中では結構のプレッシャーになってよしって言って、うん、で今回はもう台本を全部作って自分で、はいはいはい、で与えられてるのはもともと
私のために弾いてくれる曲が3曲あって合計7分ぐらい、うん、10分弱の演技をやってくれっていうのが頼まれてることだったんですね今回、うん、でコロナもあったんで会場から開演までの間にその子どもたちとかそのあのミート&グリートみたいな、うん、あの客席で何かをするっていうのができなかったんで、うん、もう本当にステージだけだったんですね、うんでまあ、指揮者の人も、まあ、別にそれ以外でも出れるような曲があったらどうぞみたいなこと言われたんでもうこれは出てやろうと思って、うん、あの一個テーマいつも決めてるんですけど、うん、あのいつも同じテーマで今回も同じテーマですけどさらにそれを明るみに出そうと思って、うんでまあ、私の出番っていうかその与えられたその10分弱のは最後の方にあったんでその前もチラチラ出て自分が、うん、そこを醸し出させるようにで次につなげるようにっていうのでもう台本書こうと思って、うん、こういうイメージでこうですって言ってで指揮者にもいろいろやってもらおうと思ってたんで指揮者の人に今回いつも指揮者はただ振ってるだけで私の演技なんか見れないんですよ、うん、でも今回は余裕があるならあのここでこうしてほしいし私はこうするのでこうしてくださいっていうのも含めて、うん、でたまたま8月の末に来たんで会うことができて、うん、ニューヨークで、 で軽くこういうアイディアですって話したら、うん、やば超面白いみたいになって、うん、どんどんやっていこうみたいになってで、まあ、その後日本帰ってからのズームミーティングして楽団と合わせるのは本当にもう前日しかなかったんで、うん、前日の1回だけそれいつもなんですけど、うん、でも今回はもうやることがいっぱいだったんできっかけとか、うん、だから楽団の人とかが終わってもあの楽団の人はあまり別にそのきっかけとか大丈夫なんでもう指揮者ありきなんで、うん、指揮者の人と渡してそこで前日に初対面というかちゃんとやってであのもう一回舞台上で合わせてで本番に臨んだ感じだったんですけど、うん、まあやっぱり台本を作るとよりやっぱ流れが明確になって、うん、自分の中でももっとしっかりしたものをになっていいものができましたね、うん、なんか台本一つできると、まあ、指揮者の人も言ってたけど、まあ、それが商品になるし、うん、で今回やっぱり指揮者の人にも絡むということで私もあまり見れてなかったんですよ、うん、で大体ファミリーコンサートその人とやるとき同じような曲をやるんですけど、うん、どれだけ食って動いてんのかなっていうのが分からなかったですね、うん、で例えばなんかいや僕ねここはねちゃんと振らなきゃいけないしソロの人に当てなきゃいけないがここはね見ることはできないマリコって言われたりとかやっぱそういうのって分かってるようで分かってなくて、うん、あの別にただね棒を振ってるだけとは思ってなかったですよ、うん、だけど本当にあの棒にはすごく力があるんだなっていうことがなるほど、ね、あのより分かったっていうかで、うん、あのそこはね三拍子でこうワルツな感じだからね動くって言ってもこれぐらいまでかなとか、うん、でもなるべく動くようにするとかなんかねそういうことが見えたりとかして、うん、あのすごく面白かったです。でそしてなんかゲネの時は大丈夫だったのに、うん、アドレスリハーサルの時は、うん、本番でなんか小道具が壊れちゃってみたいなハプニングがあったのも、うん、もう面白すぎてそれとまさかの会場で携帯が鳴るとかそれをいじるのとか楽しかったですね。私はもう、ね、そう楽しいなと思って鳴ってると思って、うん、やったんですけどすごいですね。それが、まあ、オーケストラで結構日本のみんなに話したらヨーロッパとかアメリカってオーケストラとクラウンなんてもうクラウンなんて大好物みたいなうん、コメディを入れるっていうのもヨーロッパとかすごいいっぱいあるんですよ、うん、でも日本でみんなに質問されたんですよね。なんかイメージが全くつかないんだけどオーケストラにクラウン何やんのって言われて、うん、っていうのがすごい面白かったです。と思って切り開きましたね。じゃあね新しい感じの日本でも、うん、なんかその指揮者の人もすごく面白い考えをしてて、うん、やっぱりなんか指揮者ってすごく威厳があるみたいなイメージがあるんだけど、うん、なんかそういうのを簡単に引きずり下ろせるのってクラウンじゃないっていう、あの別にミキリスの人じゃなくて、あの普通にちょっとどいてそこ立ちたいからって言って引きずり下ろすとか、うん、そういうことが平気でできるそういう力があるのはクラウンだと思って言ってくれた時に、うん、もうまさに私もそう思ってるし、うん、こうクラシックって超なんか高貴なイメージみたいのがあるけど、うん、そういうの雰囲気を
壊していくいい意味で、うん、っていうのがクラウンの役割だと思うから、私は本当にオーケストラとパフォーマンスがしたいってずっと思ってたんで、うん、一つ夢のうちの一つが叶っててすごく楽しかったです。またでもあれですね、そしたらあの次の機会もそういうのありそうですよね。そうですね、だからそうなるように頑張っているんですけど、うん、あの広島交響とかもあの2回やらせていただいて、うん、その指揮者の人も1回紹介はしてくれるんですけど、そこから先は自分で、うん、もしやりたかったら自分で交渉してその後はっていう、うんうん、その人が別に私をずっと推薦するわけでもないし、本当に何かお願いしますとかいうのも全くないんです。うん、私2回目はもう直接自分であのオファーっていうかあの仕事をゲットしてオファーをいただいて、で指揮者の人にあまたご一緒するかもしれませんっつったら、およろしくみたいな感じなんですよ。うん、まあ、すごくそれも良くて、だからまああのー。まあ、幸いなことにすごく楽しんでいただいたようなので、うん、あの新日本フィルの方もだからあのまた帰国の際は連絡してくださいみたいなことを言われたんで、うん、頑張っていきたいと思います。うん、それがまあ1日目、次の日はまたミュージシャンなんですけど、うん、まあ、今度は全然レストランでやったし、合計人数で4人ぐらい、私入れて4人だったんで、うん、フルートとピアノとソプラノ歌手と私っていうのでやったんですね。うん、それもすごく、私そのソプラノ歌手の人と私で主になんかどうやってやっていこうかって考えて、まあ、基本的な台本は私、うん、じゃあこういうのはどうって言って台本書いて、うん、で彼女がもうちょっと言葉を足したりとかしてっていう風にやったんですけど、なんかそのニューヨークから来た私をまあ、なんかニューヨークをテーマにしてやるんだったらどういうのがいいって言われたから、じゃあコロナだし、パンデミックの間だし、みんななかなか海外に行けないから、ニューヨークにみんなをお連れするっていう感じで、あのそういう曲をやってったらいいんじゃないっていう、で私はそれにただギャグを加えてったっていう感じで、よりその聴いてるだけじゃなくてそれをちょっとビジュアル化っていうか、その曲に合わせた、前も言ったと思うんですけど、演技をしてやったんですね。だからもうベタだったんですよ。でしかもクラシック界なんで、うん、そのあまりジャズとかいっぱい入れられなかったんですけど、うん、あの彼女もすごい挑戦してくれて、私が普通にニューヨークから日本に来ましたっていう出だしで、うん、で来て、日本で何がやりたいっていうのも全部マイムとかでやって、でその子がそれを、あもしかして、あ温泉行きたいのねとか、なんかそういうやり取りがあった後に、いやでも私たちニューヨーク行きたいなって言って、私がまたトンボ帰りでニューヨークに帰らなきゃいけないっていう体になってから、その彼女がツアーガイドみたいになって、でまずなんか一番最初にそういうあの飛行機のアナウンスから始まって、飛行機に乗るっていうところ、みんな座ってるからレストランで、だからその飛行機に乗ってるかのような感じで座って、なんかシートベルト締めてますかとかいうのも、なんかお客さんいじれたりとかっていうのがあったりとかして、まあ、本当にあの A 列車に乗ってとか A トレインとか、そういうベタなやつあのそれやって、オータム・イン・ニューヨークもジャズでした、それやって、で、ゴッドファーザーを乗ってなんかニューヨークもちょっと行くと危ないところもありますよねっていうので、ゴッドファーザーやったりとかで、その後にもう無理くりなんですけど、でハロウィンとかやって、ハロウィンって言ってゴーストバスターズやったりとか、そんなんあったんですけど、それをなんかその1曲丸々ちょっとこう出て、オータム・イン・ニューヨークだったら、なんか私のイメージだったら本当にベタにセントラルパークに行って、なんか美味しくランチを食べるみたいな、トレンチコートとか着て出てきて、でサンドイッチ食べるんだけど、鳥が出てきて、そのサンドイッチを鳥にあげたらまた来てあげて、で気づいたらヒッチコックの鳥みたいな感じで最後終わるみたいな感じをマイムでやったりっていうようなことをやったんですよね。なんかすごく楽しくやりましたね。楽しそうですね。はい、やりたい放題やってましたけど、いやでも充実してましたね。じゃあね、すごく忙しかったし、その2日間が全然別のプロダクションで、2年前もそのソプラノ歌手の人たちの団体というか、あのそういう少人数のやってたんですけど、ほとんど私2日目の、それは2年前もそうだったんですけど、出ずっぱりなんですよね。なんかできるならもう全部出てみたいな
感じだったんですけど、だから今回はそのオーケストラのやつもしっかりいろいろ考えたんで、さらにギャグみたいな合計で15個ぐらいなんか新しいアクトができましたね、うん、すごいですね。なんか、うん、インプルーブして、インプルーブ、パワーアップして帰ってきた感じですね。じゃあね、そうですね、なんかね、なんかその、うん、日本に帰っていろいろこっちでやってみようかなってことを結構試してやってたりしてるんで、な、日本のが伸び伸びできてるのか分かんないですけど、こっちも伸び伸びやってるけど、もうちょっと本当仕事取ってかなきゃっていうのが強くて、その自由にやることがまだ、ま、うん、なんつったらいいんだろうな、なんか日本のがいい意味で、なんかそのニューヨークからとかゲスト扱いみたいになってるところをいい感じに利用して、あのニューヨークの風を吹かせるじゃないですけど、いろいろやらせていただいてるんですが、でもそれは全部こっちでやって、学んでこういろんなこっちの人に生まれてやってきたことをこう自分なりに消化して、なんかこういう感じでやってるっていう、その自分のスタイルを確立するののお試しでこっちでやって、でもちろんこっちでニューヨークでできたものとかを向こうで披露したりもするんですけど、うん、なんかいろいろやりたい放題に日本では、うん、あでもね、そういう機会が生まれて、まあ、この大変な時期ですけどね、なんかそうですね、すごい素晴らしいですよね。そうですね、で本当になんかこの、そのオーケストラのやつの仕事が始まってから、だから本当にいい感じでそのサーカスリングリングが終わってぐらいの時期から、そうやって日本でパフォーマンスをする機会とか、お話をする機会とか、ワークショップする機会っていうのが増えて、であまりなんか考えてなかったんですよね。なんか日本に帰ると友達に会ってて確かに終わってたんですけど、何かをするってことをそういえばしてなかったなと思って、なるほどね、なんかそれはいい関わり方だなって思いましたね。まあ、それと同時に本当に10月日本に帰るって決めてチケットも取っちゃった後に、10月中に結構いろんな仕事が入ってきてたんですけど、全部終わっちゃって胸が苦しいみたいな感じで、まあ、そのバランスも、まあ、いいんですけど、まあ、しょうがないですけどね、しょうがないんですよ、二と追うものはだし、もう先に決まったものだって分かってたんですけど、なんで10月なのと思って、11月からお願いしますと思ったんですけど、あのタイミングですよね。でも本当に今回はすごい、あの素敵な出会いが、あのまた新しい人たちとのコネクションとかになった、それはいいなと思ってますね。だから、まあ、いい感じに年一でそういうパフォーマンスができるような感じで帰国できるといいなって思ってます。次こちらでは何か予定はもう入ってるんですか？全部断っちゃったからね、今のところないんですよ。じゃないですけど、あのホスピタルクラウンの仕事が決まったので、それのトレーニングが明日から始まって。あ、そうなんですね。はい、で多分来年から本格的に指導すると思うんですけど、すごくもうペーパーワークも超いっぱいあって、やっぱりこのコロナ禍もまして、なんか年々すごく、なんですか、病院から許可をもらうのすごく厳しいので、もうめっちゃやることがあって、でそのいろんな E メールも日本に滞在してる間にも超いっぱい来て、毎日5通ぐらい来て、もこれ終わらせて、これ終わらせて、まだ終わってないんです。そのやらなきゃいけないことがすごくいっぱいあって、停止しなきゃいけないことが、その定型の病院ごとに毎回違っててっていうところから今スタートしてますけど、多分願わくば来年からその小児がんの病棟、ニューヨーク、コネクションあたりを、まあ、パートタイムだから、まあ、なんかランダムだと思うんですけど、まあ、クラウンで行くっていう感じの仕事が入ったんで、どんどん活動の場が増えていく感じになって、楽しみですね。そうですね、はい、なんかなんだっけ、8月に見に来てくれたあのフラッテッドフォーリーズも結構続いてて、だからそれが結構10月も頻繁にやってて、11月も何かやるのか分かんないですけど、いろいろ拡大していろんな
で10月の頭かな、アジア人のパフォーマーだけみたいのでなんかやったらしいんですね、そのフラットベッドフォーリーズがスポンサーっていうかなって、私呼ばれたんですけどもちろんで、もちろん行けなくて、うん、第1回目の参加を逃してしまったんですけど、誰が出たのかわからないですけど、あまあでもそれもキャッチアップしつつという感じですかね。うん、だからまあホリデーシーズンも近づいてくるから、うん、あなんか一個エルフの仕事の話が来たからエルフに なってます11月のエルフですか。エルフいろいろなるんですね。クラウンだけじゃなくてエルフも共通してるようで共通してなくないですか。共通してる共通してるかもしれないですよ。なんか可愛らしくコマコマ動いてる。ああ、ちょっといたずら、いたずら好きみたいな感じね。とかっていうのはありましたね。まだちょっと詳細わかんないですけど。うん、そうですね。なんかそんな感じ。またね、なんか皆さんがね、あの見に行けるようなものもどんどんね。そうですね。いいですよね、うんうんうん。そうするように頑張ります。はい、ありがとうございます。いえいえ。はいはい、では、はい、皆さん良い一日をお過ごしください。はい、バイバイ。田中メディアラボ。